岡山県井原市観光気分。前回は吾田主神社に参拝、御朱印をいただきました。そしてリニューアルされた平久市田中美術館にも行きました。詳しくは前編動画をご覧ください。そして今回は後編、戦国武将編。戦国武将の先駆け、北条早雲の生誕地を訪ねます。鎌倉時代からある山城の景色、どんな感じなのでしょうか。早速出発します。とその前に、早雲の里江原駅です。ここは北条早雲生誕地と言われる高越城址に一番近い駅です。早雲の里江原駅、駅の前には北条早雲ゆかりの場所を訪ねる案内地図があります。今回はこの高越城址に向かいます。コースの看板とかあります。こちらに駅の前にはこのような早雲の肖像画を模した石像があります。記念撮影にもいいですよね。北条早雲の生涯についての簡単な説明の石碑もあります。これは88歳まで生きたという年月日がわからないんですよね、はっきり生まれた日っていうのが。でもう一つ1456年ぐらいに生まれたっていう説もあったりします。それでいうとここら辺の足利義満に仕えっていうのが十何歳で使えたことになるのでちょっと微妙なんですが、今こちらにここがてててててててと山を登って車で行ってここまで行ってみたいと思います。駅の前には早雲の里交流センターがあります。ここで観光パンフレットをいただきました。城址までのハイキングコースもありますが、今回は車で行きます。どうやら大型車ルートを進んでいたようです。ナビを頼りに進んでいきます。北条早雲についてお話しいたします。私自身勉強不足な点も多々あります。間違っているよという部分がありましたらコメントでお知らせいただけたら嬉しいです。さて北条早雲といえば戦国武将の先駆け、そして昔はただの素浪人から下克上で成り上がった人物というような位置づけだったと思います。でも最近は研究が進み、いろいろなことが分かってきました。北条早雲は京都の伊勢氏の流れを汲む一族の出身と言われています。伊勢氏は室町幕府の足利家に仕えていまして、北条早雲が生まれた頃は八代将軍の足利義政の時代です。あの銀閣寺を建てた人です。この将軍にもお目通りできるくらいの地位だったということなので、かなりのエリートの一族だと思います。ちなみに足利義政といえば応仁の乱、将軍の跡目争いから発端して様々な家の家督争いなど、もう訳が分かんないぐらいの状態になる争いですけれども、その最初の火種をつけたのが北条早雲の叔父にあたるのかな、伊勢貞親です。
足利義政の育ての親で、万所っていう結構高い地位にもありました。伊勢貞親が撒いた火種が発端に応仁の乱が始まり、そこから戦国時代が始まっていきます。あ、赤い旗が見えてきました。高越城址駐車場に到着しました。すごい、本当山の中だ。で、これ先ほどあったところ、今車でここまで来た。で、駐車場を止めて、ここから車両を乗り入れ、こっちか、こう行けばいい。こう車。あずまや。この井原市は北条早雲が少年期、青年期まで過ごした場所と言われています。その後京都に上り、足利義宮、九代将軍足利義久の近くに仕えたそうです。そんな時、姉の嫁ぎ先今川氏の跡目相続争いが起こります。それを収めるために今川氏のもとに出向き、そこから小田原方面に勢力を広げていきます。ちなみにこの跡目相続争いで主君となったその子供が桶狭間の戦いで織田信長に討ち取られた今川義元です。なんか門が見えてきた。そうこうしてると門が見えてきました。ここが山城の入り口です。北条早雲生誕の地。主君に仕える身から戦国大名にまで上り詰める、さまざまな足がかりを得ていった北条早雲。私の勝手なイメージですけれども、北条早雲は確実にチャンスを自分のものにできる、そんな方と感じています。堀切り、ここが堀切り、そこから400メートル上がるってから。それで先ほどから私はこの方のことを北条早雲と言っていますが、存命中はこの方北条早雲と名乗ったことはありません。先ほどから伊勢氏の一族ということを言っていますが、この方は伊勢新九郎、伊勢宗瑞と名乗っていたそうです。北条というのはこの新九郎の子供、北条氏綱の代から名乗りました。伊勢氏が鎌倉時代の北条氏とつながりがあるのかはちょっとよくわからないんですけれども、その北条が治めていた土地を治めるにあたって、伊勢より北条と名乗った方が親近感が湧くと感じたのかもしれません。ご存知の方、よろしければ教えてください。そうそう、刀剣女子にはおなじみの日光一文字、今は黒田家に伝来しているという刀剣ですけれども、元の持ち主は北条早雲、そして北条一族です。秀吉の小田原攻めの時、小田原城が陥落した後、この日光一文字は黒田官兵衛に褒美としてもたらされたそうです。旗が見える、旗が見えるぞ。世界史的に言えば、そうですね、イングランドのバラ戦争が起きた頃になります。
まあ、いつの世もですけれども、世界史的に見ても同じような時代に同じようなことをやってたりするもんなんですよね。そしてその後、大航海時代が始まっていきます。北条早雲が生まれたのはその少し前くらいの時代になると思います。私は美術とか好きなので、美術的に見るとこの北条早雲がもし1456年生まれだとすると、あのモナリザのレオナルド・ダ・ヴィンチと近い年齢になるはずです。ちなみにレオナルド・ダ・ヴィンチと北条早雲は同じ年に亡くなっています。ついに、あ、すごいよ、車に到着しました。すごい、一望するね。エバラの街を一望できます。高越城は標高173メートルの高越山にあった備中伊勢市の居城で、山陽道や小田川を眼下に望む東西交通の要所に築かれていました。もともとは鎌倉時代、蒙古襲来に備えて築かれた山城で、室町時代に備中伊勢市の居城となりました。眼下に望む景色は建物こそ違いますが、山と川、道、そして田畑の様子、北条早雲が生きた時代を思い起こさせます。それでは次は一の車に登ります。とてもきれいに整備されていて登りやすいです。運動不足の体にはちょっとつらいですけれどもね。よいしょ。一の車からも荏原の景色を一望できます。こちらの景色は北条早雲が子供の頃一緒に遊んだ、またいとこが暮らした与那持城方面です。そして子供の頃勉学に勤しんだ備中伊勢市の菩提寺、宝泉寺の方面でもあります。一の車中央には小高く土が盛られていて、北条早雲生誕の地の石碑があります。この場所に早雲が生まれたお屋敷があったのでしょうか。この高越城址では毎年4月中旬に北条早雲祭りが開かれるそうですよ。同じ場所に戦争で亡くなった方を偲ぶ慰霊碑もありました。備中伊勢市の菩提寺宝泉寺所蔵の北条早雲公の肖像です。そ
そしてこちらはキャラクター総文くんと電柱くん。このお城は室町時代の山城なので、よく言われる天守閣のようなお城ではなかったんでしょうね。そんなに大きな建物ではなかったのかなと思います。天守閣のお城ができるのは織田信長の安土城以降となります。そうそう、この北条早雲をモデルにしたシンクロを走るという漫画もあるそうです。ご興味ある方はどうぞご覧ください。岡山県井原市相馬旅、戦国武将編いかがでしたか。この荏原の地で生まれ育ち、京都に上り、足利に仕え、今川に仕え、そして相模、小田原、伊豆方面に勢力を伸ばしていった北条早雲。茶々丸の乱や三浦氏との戦いなど、さまざまな戦いを終えて北条五代へと続いていきます。早雲の生涯の始まりを知り、早雲が見た景色を感じた旅でした。駐車場にデニムでできたのぼりが。すごい。デニムだ。デニムだ。デニムののぼり。そして駐車場には弥生時代の遺構の案内看板が。古代は吉備一族の勢力下であった岡山県、まだまだ見どころがありますね。この動画が良かったらいいねをお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。